どうもこんばんは。10倍早いな、やっぱ相変わらずの速さだな。ちょっそっか、あーはい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 、たけしさんこんにちは。たけしじゃねえや、ひろし、あ、いいんだ、たけしだ。たけし青にこんちゃわす状況か。そっからスタートですね。了解です。ここまでのところはもう動画になってるんですよね。あ、まだ出してないけどね。もう編集終わってるんで、これ終わらして次の青鬼に進みたいですね。こんばんは、いらっしゃい。初見さんいらっしゃい。花道。はっ。うん。思い出していこう。まあ、どうせすぐはクリアできないだろうから。少しでも、ここで時間稼いだ方が、楽だから。言うてでもだよね。言うてでもだよね。ほっほっ。今日なんか無駄な自信がある。ほら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 。ほらいけたほらいけた。無駄な自信があります。今日は。なんかいけそうな気がします。地下室の鍵。開かなかったのどこだっけ？ここだっけ？オッケー。ライター。おめえ、あり。なんかさ、なんかさらっとクリアしちゃったから、あれだよね。なんかあれだよね。なんて言えばいいのかね。その、感動が少ないっていうかさ。これが電気か。嘘だろ？電気つけたらタクシーが来るやつ？うわ、はえ。はえ。はえな。これ、いけたとして、縦行って大丈夫なのかね。赤い鍵ゲットしましたね。おお、なんか、動いたぞ。暗いからよくわかんねえけど。動いたね。なんか、いけるね、ここね。一マス止まれねえ。ここは鍵がかかってたらね。とりあえず赤い鍵ゲットしました。これきつそう。これ相当きつそう。3秒だったから、出て、右って下かなーって感じはするけど、ここに戻ってこれたらって感じするけど、どうでしょうか。タイマー5秒か。青鬼が、青鬼から逃げなきゃいけない時間が表示されてます。タイマーでね。うん、さあ行きましょう。しりげ。うわ、しりげきつ。おーじゃ。おー、いけた。うわ、ここまで、これやったってさ、どうしようもねえじゃん。これ食われんだよな。ふわっ。おー、7倍いったよ、みんな。7倍いったぞ。しゃあ。8がきつい。これ8だよね。8きついな。8全然ちげえな、動きが。よし、オッケー。8倍いけたら10倍もいけるっていう俺の理論なんだよね。25倍。はい。もう残像しか見えねえ、青鬼は。25倍、はい。おー、すげえ、25倍でここまで来れたぞ。でもなんか、青鬼のブレ方は12倍とさほど変化ないような気するわ。お !25 倍でクリアしたんだが？え？どうした？ 25 でクリアしたぞ。早すぎて、青鬼もついてこれなかったんだな。てか、セーブのところで止まんねえ、25倍は。待って。セーブができない。25倍だとセーブできないわ。やっとなんか先に進めそう。あー、長かったね。ごめんね。今10倍でーす。10倍でも速さはやっぱ感じるなー。まだ数字情報もらってないですよね。あ、錆びて赤くなった鍵。
この先、またなんか、なんだ？あ、絵本？しおりを手に入れた、なんか。なんじゃおりゃ。これは燃やすのかな？違うのか。ほんとだ。プラスで止まってる。っていうことは、プラスドライバー。おーおーおーおお、お、はい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 。赤緑白。赤緑、赤、緑白。赤緑白。赤緑白やつ。7かな？ OK！ お疲れー。コメント欄の皆さんありがとうございました。サムネね、俺ちゃんと変えるんだけど、なんかね、YouTube って反映がちょっと時間かかるっぽいんだよね。これ毎回出てくる？うわ、これなんかすげえことなってんな、これ。これ必ず出てくるやつだな。ここきつそう。ここきつそうだな。ここもやばそうだな。ミカにタケシに半端ねえな。なんか3体目もいるよね。あとちょい、タンスまであとちょい。おっしゃー、しゃー。どうや、今さ、なんか動き良かったよね。4マス先まで、3マス先まで、2マス先までゴールだったよね。いいっすね。なんかありますね。円盤だってさ、別館地下で見っけた。なんかにはめ込んで回すんだな。おめあり。さっきのとこに比べたら全然楽だったわ。おお、拓郎。足をくじいちまったのか、そこそこ。巣を手に入れた。巣？巣だ？あ、そっか。あ、みんなこれあれだよ。酸化還元反応だよ。知ってる？酸化還元反応って。巣がね、酢酸が反応して錆を取るんだよ。高湿度の鍵になりましたね。酸化還元反応は、コナン君で俺は確か学んだんだったかな。夏休みの研究、課題、研究にも使ったよ。酸化還元反応。高湿度の鍵。ここかな？OK。No? No. ということは、ここは開けっぱでボタンを押して、これ途切れてんのかな？赤、黄色、黄色。あ、赤、秋でやってみようか。おお、正解！やった！コメント欄見る前に突破。やったね。金属の棒をゲットしました。金属の棒を、この明らかに不自然なクッションで、皿の破片、何もなし。はもうつかない。金属の棒を使うようなとこあったっけ？あ？円盤と組みわさび、鍵になる。マジか。うわぁ、マジですかよ、お兄さん。ゴール手前じゃない？これ。はい、来た。いやぁ、マジか。もう、拓郎のみなんだよね。これ10倍逃げ切れんのかなぁ。
わあ、今回は拓郎も犠牲になっちゃうんだね。